ビットコインはついに終足を確定させましたが、こちら見てわかる通り、ビットコインは大きな上髭をつけて終足を確定させてしまいました。このようなロうソク足は強い売り圧がかかっているという心理的状況を示したロうソク足となっております。ビットコイン、果たしてこのまま上昇を続けるのかそれとも、こちら、ビットコイン20周平均線が現在迫っているこの28,500ドル台まで一旦調整してから、 上昇していくのが、本日ね、こちらについて話していきたいと思います。そしてね、XRP、リップルもこちら、大きなね、週足のね、上引きをつけましたが、リップル。 このままサポートホールドすることができるのか、それともさらに低い価格帯を調整してくるのか、本日ねビットコイン、そして XRP、そしてイーサリアムについても、ね、最新の、ね、相場の分析、そして今後の戦略を共有していきたいと思いますので、皆さん、ね、本日の動画も、ね、ぜひ、ね、最後まで見ていってください。ということで早速入っていきたいと思います。 ますということでですね、はいビットコインね、今現在ね、なかなかね、強いね、まあ、下落、まあ、調整してきました、そして今ね、新しくね、週が始まったところでございまして、先ほどね、話した通り、大きなね、週足の、はい、上ヒゲをつけました、まあ、こちらね、テクニカル的に見ていきますとね、そこまでね、あまり、まあ、なんならね、かなりよろしくないね、週足をね、確定させてしまいました、ですがですよ、はい、こちら。 見ていただきたいのがこのオレンジの20種平均線が今現在毎週毎週かなり上昇しておりまして今現在28,200ドルにて、はい、推移しておりますでこちらの20種平均線、まあ、このチャンネルではね何度も何度も言及しておりますが、まあ、かなり重要な移動平均線だということをね言及している状況でございますはい、まあ、こちらね見ていきたいんですけどビットコインが今まで20種平均線をかなり サポートとして意識してきたっていうね移動平均線でございますこちらね20種平均線を上回ったらそのまま上昇相場続いてきましたがはいこちらね下回った瞬間ねその後ね下降相場がね始まりましたそして一度20種平均線をねブレイクしたしても もう一度ね、次のこのサポート確認がするのが結構ね、鍵となってくるわけなんですよ。例えばですが、こちら2020年8月は20周平金線をサポートして、ホールドできた途端、その後ね、大きな上昇相場が始まってきましたが、こちらね、ホールドできなかった場合、その後ね、大きなね、下落がね、伴もなったっていうのがね、わかると思います。こちらね、6万ドルだったのが3万ドルまでね、下落しており、そしてこちらね、20周営金線ブレイクしましたが、その後ね、サポート。 確認して上昇していってきました。はい、そしてこちらね、割ってこれレジスタンスとして拒否して、上抜けましたけどサポートとしてホールドすることができず、そのままね、下落が始まっていったっていうね、まあ、めちゃくちゃね、ビットコインにとっては重要な移動平均線でございます。2017年はね、継続的にこちらね、サポートし20周平均線をね、確認しに行きましたが、まあ、2021年の上昇相場はね、そうでもなかった感じです。はい 継続的ににをねサポートししして試しに来ませんでしたそして今回の上昇は、まあ、どちらかというとね2017年の上昇とかなり酷似しているとね私はね考えておりますはい2017年はコンスタントに継続的に、まあ、この20主役金線をねサポートとして、まあ、確認しに行きましたそして、まあ、下回ることはありましたがひげ、まあ、をねつけて、まあ減えー、と下落していったという状況でございますそして、まあ、こちらのね はい、20主平均線と 21EMA を組み合わせた移動平均線があるのですがこの21週足,週足 EMA もねかなり注目される移動平均線となっておりまして、はいまあ、こちらビットコインね、はい、赤の,この20主平均線は週足確定させてしまったんですけどその後、ねはい、ヒゲでこの 21EMA を、ね、回復したんです。よねねので、まあ、ヒゲは、ね まあ、ビットコイン問題ないとって感じでその二十次平均線がかなりアプローチしてきてますので、まあ、こんな感じでコンスタントに継続的にサポートを確認していることを踏まえますとはい、まあ、最悪ですよこの28,500ドルあたりがまで挑戦してくる可能性はありますですが、はい、可能性として、ね、考慮していかないといけませんですが私は、ね、これがあまりねそのライクリーなていうか 起きるシナリオとは思っておりません。はい。こちらね、ビットコイン、まだね、レンジじゃレンジですね。29,500に最後のね、この流動性をね、刈り取っていない場所がありますので、まあ、これね、ロングのストップロスはね、おそらく29,500より下に置いているって状況なので、私がね、お考えれているシナリオとしては、まあ、この、ね、29,500を買って、これ29,300ですね。ここで、ビットコインが推移していたら、おそらくね、多くの人々は、 下目線になると思うんですよね、はい、ここまで来たらおそらく28,500だ、次だっていう声がかなり多くなっておりましてで皆さんはご存知の通り多くの人々が思う方向の逆方向に動く習性があるのが相場でございますのでビットコイン、はい、私は、ねまあ、28,500、まあ、可能性としてありますよ可能性として必もちろん考慮しておりますが まあ、あんまりね、ライクリーっていうかね、私がね、こちらね、起こるとは、まあ、もちろんありますけど、ただどちらかと言ったら、私はね、この29,300で反発してくるのではないのかと思ってます。ね、64ぐらいです、ね、6割ぐらい反発して、4割ぐらいがここまで来るのか。ので、2つのシナリオですね。はいまあ、3つですね、細かく言うのであれば。まあ、この辺でレンジして上昇していくのか、それとも29,300、29,500の流動数を買って上昇するか、それとも、この20周平均線を挑戦して、 上昇していくのこの3つのシナリオを今、ね、現在考えておりますそしてこの週足のボリンジャーバンドを、ね、見ていただきたいんですけどこれがかなり収縮してきておりますでこれがね収縮しているってことは、まあ、どういうことかといいますと、はい、週足レベルで収縮した後って、まあ、大きな動きが生まれる、ね、傾向性があります、はいまあ、こちらねチャートでも見て分かりますけど20周平均線こちら収縮 ボリンジャーバンドの周足が収縮してから大きな動きが生まれましたとはいそしてこちらもですね、まあ、こちら収縮してから大きな動きが生まれたって感じですねこちらも収縮してから動きが生まれたって感じですねみたいにわかる通り、まあ、このボリンジャーバンドがねかなり周、まあ、週足レベル特に高時,間な高時間軸なものであるほど、まあ、大きなインパクトをね与えてくる、ね、傾向性が高いんですよので私はね はい、大きな動きが生まれると思っています。そして私は上に起こると思っています。そしてさっき言った、ね、3, 3つのシナリオ、はい、2万9300かこのまま上昇するか、この2万7500が、まあ、起きるかなと思っておりますので、64ぐらいでこの辺で反、六ぐらいで反発で、どっちか2万9300、最低2万9300で反発で、4割ぐらいで、ね、こちらの2万8500ね、ちょうどこのね、水平サポートがこちら、並んでおります。はい。 28,500のあたりに、こちら水泳サポートね、こちら、並んでるのが分かると思いますので、かなりね、注目していきたいねサポートゾーンとなってきますので、もし下落してくるのであればね、こことかね、ロングとか、狙っていきたいといったね、状況でございます。そして現物もね、ここから来てね,ね、かなりね、注目するエリアだと思ってますけど、はい、来たらね、かなりチャンスって感じで、いろんなサポートがね、かみ合ってるエリアとなっている状況でございます。 はい。そんな感じでございます。はい。そして、インジケーターの方を見ていきたいんですけど、ビットコイン。こちらね、MACD が4時間足ではまそこの方にいますと。そして、このストーキャスティック RS は4時間視かね下向いてるのがこれ気になりますね、かなり。これあんまり良くないシグナルですね。これ途中で下向いたら、その後に、ね、下落が、ね、生まれてくる傾向性がありますので。はい。しかも今の4時間足の値動き見ていきますと、 土日の間に、土日は本当にレンジでだったんですけど、最悪ね、ここのストップロス、流動性刈り取って29,929。私はね、こんな感じで大きなね、ネアバテなく、言ったら、大きな、簡単に言ったらボラティリティが高い、ボラティリティていうか、このレンジ内で動いてくると思ってます。次、ここのストップロスも刈るとこありますし、29,700のストップロスもありますので、そんな感じのね、ここのロングをね、買ってくるかもしれないんで、 まあそこをね、ちょっと注意していきたい感じなんでね、ポジションとか入れるのであれば、かなりね、気をつけていきたい状況でございます。そして、足のボリンジャーバンドではなく、マック D もね、調整してきてますので、もう数日ね、調整してきそうです。そして、ストーキャスティック RSI もね、別に上に向いたっていうね、状況はないです。はい。そして、スーパートレンドね、久しぶりにスーパートレンドのインジケーターね、私たちのチャンネルでよくね、見ているインジケーターなんですけど、 これちょっと久しぶりに見ていきたいんですけど、しのスーパートレンドが28,500、ちょうどその辺りに推移してますので、ちょうどね先ほど話した水泳サポートと噛み合う場所ですね、こちら、約28,500というのは。ので、こちらね、スーパートレンドもあることから、かなりね注目していくサポートって感じになっております。 週足も見ていきたいんですけど、週足のトレーンスーパートレーンド23,300って感じで、まあ、週足ほどね、結構ラグ,のあるラグのあるインジケーターなんで、まあ、そこまでね、週足の方はね、見ていません。4時間足もこちら赤になってますので、まあ、緑になるために3900をブレイクしないといけないんで、まあ、緑赤、緑赤みたいな感じで、まあ、レンジが続いている状況でございます。はいまあ、レンジが、ね、続いている状況で、まあ、相場の方向性が定まっておりません。 でまあ、経済指標も見ていきたいんですけど、経済指標も、ね、別に、まあ、特には重要なものは、ね、ないって感じですね、はいまあ、星3というものであれば、こういう売り上げだかとかって感じで、まあ、本日、ね、日本は、ね、おそらく休日だと思うんですけど、まあ、海外、ねえー、と普通通りですので、まあ、月曜日の本日の夜時間から、ね、結構動いてくると思います、相場は。アメリカ時間とかに、ね、動いてくる修正はあります、相場。 もし来週ぐらいから、まあ、FOMC とかがありますので政策金利発表でこれ予想5.0、据え置きではなく利上げを、ね、予想しておりますね、相場は。はい、相場はよ上げを予想している感じですね。まあ、FOMC ぐらいですね、あと PC, 発表 PC データ発表と、まあ、来週がです、ね、かなり山場の経済市場がたくさんありますので、まあ、それ以降にビットコイン、ね、動いてくるんじゃないのかと。はい と思っておりますので28,500とか29,300頭に入れとかないといけないね、まあ、えっとシンナリオだと思います、まあ、最終的に私上を見ております3万2000はねブレイクは、ね、相変わらず見ている状況でございます3万2000で、ね、ブレイクして次3万6000あたりこちらね到達してくると思ってまして、まあ、最終的に4万5000ドル8月末ぐらいに4万5000ドル見ております、まあ、数ヶ月伸びるかもしれませんね10月ぐらいまでただねこちらのターゲットね 何も変わっていない状況で、はい、こちらのターゲットね、私は見ている状況でございます。まあ、今から、ね、ビットコインは、ね、かなり、ね、機会が、ね、やってくる、ね、まあ、下がるまで私個人的には、ね、買い現物は、ねかかね、買い入れていきたいという状況で、かなり、ね、相場、ね、チャンスが、ね、巡ってくるかと思われます。もし、ね、本当に、ね、経験のある方のみでお願いしたいんですけどねトレードしたいという方は、ね、説明欄の一番上にある、ね、こちらビットゲットが、ね、一番おすすめの取引所みになります。こちらからか、ね、登録者方のみ 手,手数料、取引手数料が、ね、さらに30%オフとなりますで、ね。日本語サポート、入金ボーナスも60万円ありまして、もしね、クレジットカードね、入金でできますので、めちゃくちゃね、私もね、使ってて IOCA 取引所ですので、もしね、持っていないという方はね、こちらからね、登録してたら、ね、使いやすいんで、ぜひ使ってみてください。で続いて、XRP ね、リップル見ていきたいんです。リップルは、はい、まあ、冷やしの前に4時間足からちょっと観測していきたいんですけど、 はい。まあ4時間足、だいぶボリンジャーバンドがね、迫ってきましたね。だいぶ縮まってきて、もうこちらのね、動画で、前々回の動画とかで注目してたサポートね、こちら反発しましたね。でなかなかな、ね、い,い反発、こちらのレジスタンスね、ちょうどこのレジスタンスまで14%ぐらい反発あったんで、なかなかね、良い反発見せてくれました。短期トレードとかでかなりね、良かったって感じですね。はい。ですがね、またね、こちらブレイクしない限り、このより上で4時間足ブレイクしたら次にね、この0.85見えてくるんですけど、 7、ななら上の格体1ドルとか見えてくるんですけど、まだね、状況的には何も変わってない状況ですね。レンジはレンジなんで、このサポートね、今挑戦してるんで、この0.73が、これホールドするのがまあ短期的に必須ですけど、もしこれね、ビットコインが下がれば XRP もね、下がってくるので、そしたら0.68、もう一度ね、これをダブルボトムとしてホールドすることができるのか、そしたらまだね、反発してこちらのネックラインにね挑戦してくる可能性ありま,しありますが、これにホールドしなかったら次に0.64。 0.55がね次のマクロ的な中足レベルで重要なターゲットとなってきます、はい、ので0.55ね一番の買い時ですけど0.664そして、まあ、もうちょっと細かく引いていったらね、まあ、ここも中足レベルだったら、ね、ここも意識されますね0.6、はいので、まあ、0.630.6を、まあ、短期的にね注目していってますもしねこれがホールドしなかった場合0.68がはい、まあ、そんな感じで なかなか底堅くね推移している状況です。で、日足のボリンジャーバンドがね、まだ全然収縮してないんで、これしばらくね、連日続くと思ってるんですよ。なんならね、私ね、もうちょっと挑戦してくるじゃないのかなと思ってます。0.6ぐらいまで。はい。ので、まあ、こんな感じのね、シナリオンね、私見てる状況なんで、もうちょっとね、その、電物とか安全ですけど、トレードとかで入れるのであればね、かなりね、気をつけていただきたいって言ったね。 状況でございいますはい、RSI もちょっと見ていきたいんですけど、まあ、RSI もね、まあ、日足4時間足だいぶ落ち着いてきまして日足まだ70以上なんでねそれがちょっと懸念ですね週足も70以上ですので、まあ、日足がねもうちょっとねこれ60あたりまで落ち着いたらだいぶで落ち着いたって言えるんで、まあ、ボリンジャーバンドのことも考えますとねしばらくはレンジとして見ていますでビットコインの RSI はねこちらダイバージェンス作ってるんですよ加工ダイバージェンス ちょっとこれ懸念すべきですね RSI 切り下げて、カ切り上げてて、まあ、前回このダイバージですね観測できたとき、はいまあ、その後ね下落が起きたじゃないですかなので28,500はねちょっとかなりね意識しておかないといけない、ね、エリアかなと私個人にはね考えている状況でございます、はいまあ、続いてイーサリアムですね E サリアムの方最後に見ていきたいと思うんですけど、まあ、イーサリアムもね こちらね、なかなか大きな調整し,し,しに来ましたね。まあ、こちらで、ね、2025ドルの、ね、レジスタンスまで,調整まで上昇してきたんですけど、その後、まあ、これ反発しまして19、1910ドル。そして1948ドルなんで、まあ、もしここのサポートね、今なんかホールドするようには見えませんけど、今のとこ。まあ、ここかなり重要なサポートですので、ホールドしてほしいですけどね、これ、上を続けるのであれば、この1910ドルは。 これなかなか週足レベルでも重要ですので、ただ、こんな感じで、まあ、ここ、例えばこうブレイクしてもその後、下落してたんで、最悪の場合に一応ね、安値切り上げとなる1740ドルも一応ね、私頭に入れてます。ただ、これがね、起こるとは思いませんけど、頭にね、確認しないサポートがここなんで、一応ね、私ね、これ、頭に入れてます。何事もね、起きてもね、対応できるように。 頭に入れ,入れておくのはね、悪いことではないのかと思ってます。そしてその前にもね、こちら、まあ、サポートたくさんありますので、まあ、そんなにまあ重要な、冷やしは、まあ、こことかですね、まあ、1850ドル。ここはね、かなり重要なサポートになってきます。はい。で、イーサリアムも週足レベルで見ていきますと、かなりボリンジャーバンドがね、まあ、収縮してきていますので、はい。まあ、もうちょっとね、 週足のの、ね、収縮まで時間かかりそうなんで、で二0週平均線も、ね、こんな感じでア、まあ、プローチしてきてますので、二0週平均線も1850ドルに推移してますので、まあ、そこまでの下落は、ね、一応頭に入れておいた方が、ね、いいかなと私は、ね、考えております。ただね、かなり、ね、収縮してきてるんで、そろそろね、大きな動き、まあ、数週間、ね、もう少し連日続けるかもしれないスピットコイン、イーサリアムとともに。まあ、その覚悟でね、行、ま、っ、あ、た方が、ね、賢明かと思われます。 はい、で最後にですけど、ま、ドル円とか、ね、の方を見ていきたいですね。言ったら、まあ、暗号資産、今ちょっと面白くないじゃないですか。まあ、その時にこそ、まあ、このようにね、あんまり、<laughs> 言ったら,、まあ、言ったらその時に動いている銘柄を、ね、選んでね、まあ、機械損失はああまりしたくないんでので、まあ、私ね、ねこの辺のドル円とかゴールドとかね、まあ、ちょっと、ね、入っていこうかなと思っております。で今ね、ねこちらの分析も入れてまして、まあ、ドル円、ね、この137円の。 このサポートね、これ反発している状況でございます。はい。こちらね、まあ、割ってくれるか割ってこないのか。で、今現在ね、上昇しており、このね、まスーパートレンドのこのレジス139円。ちょうどね、これリジェクトしてますね。そしてこれ水平的に見ていきますと、サポート、レジスタンスありますので、まあ、短期的にこの139円抜けたら次139.78なんで、138.95をこれ抜けないとね、話は始まらないです。で、四時間足もね、かなり、まあ、 売られてるんですけどダイバージェンスが、ね、発見できないんで冷やしも、ね、かなり減少してかなりに、ね、一気に下げてきたんで、まあ、そろそろ、ね、反発、ね、この辺でね見てもいいかなと思っておりますけど、まあ、ドル円と、ね、ビットコインって動き方が違うんで、まあ、そこが、ね、私、ね、少し、ね、懸念しているところですね、まあ、135円まで、まあ、全然、ね、下がってくる可能性ありますね135円ただね一気にこんなにも下落してきてるので果たしてこのまま下落してくるのかただねドル円とか 本当に上がるときとか下がるときと全然なんか違うんでただもう少しね、私ね、ここで底固めていって反発も見ていっていいかなと思っていますけどねはいそうですね、そんな感じで私見てますね、ここまあ全然140まあ短期的にはもうここサポートホールとしなかったらまあ話にならないここのねストップ借りに来るかもしれませんしただまあ137円というかなり重要な 週足で向いてもかなり重要なサポートゾーンですので、ちょうど20周平均線もね、かみ合ってますので、はい。あ,あんまりね、こちらに今現在自信ないんで、私はトレードしませんけどまあそんな感じです。で、ゴールドをね、今ロング入れてまして、まだホールドしてるんですよ。1950ドルのこのサポートね、反発してます。で、そろそろね、理学しようかなと思ってまして、はい。かなりね、今のポジションに満足している状況でして、今、おそらくまあ利益、2万ドルとかだと思うのですが、はい。 えっとまあ、そのディスコードグループ皆さん、ね、参加されてないんだったらぜひ、ね、参加、えっと、してってほ、ね、しいんですけどここでい、ね、ろんな分析とか共有されてますのでこのディスコードサーバーで、はいまあ、これゴール FX ゴールドとか短期トレードグループとかオープンチャットとか、まあ、クリプトのことについてとかいろいろ話されてますので、はいまあ、ゴールドとか、ね、今現在まあ含み益が2万ドル以上なんで、はい まあ、なかなかね、いいトレードしてます。ので、まあ、これね、もうちょっと、まあ、しようと思ったんですけど、このね、サポートの反発見ていく感じ、なかなかいい反発してるんで、まあ、ここでね、1950ドルにこれ損入れおいて、ここでね、まあ、したいと思います。ので、1950ドルにね、50ドルに2度目、えっと、持っていって、まあ、次のターゲットね、まあ、直近で言った1980ドルなんで、こ,この辺でね、まあ、していこうかなと思っております。 でまあ、ゴールド、ね、もし調整してきたら、ねまあ、1933ドルが間違いなく注目されてくる場所なんで、ただね分かりやすすぎる場所なんで、果たしてそこまで来るのかっていうのが、ね、議題なんですけど、まあ、来ないかなと私はね短期的には、ね、見てません、ね、そのエリアを。S&P500 も上昇続けてますね。ただ、次、利上げをされるみたいな感じで、まあ、一旦ね滞ってますけど、私ね、 これね、上昇が継続していくのかなと思ってますね。史上最大値ね、これねこう、更新していく、ね、方向で見てて、まあ、これね、5300ドルにフィボナッチリトレスメントがちょうど、かみなっているんで、まあ、こちらもね、ちょっと注目していく、はい、銘柄ですね。ただ、まあ、なかなか押し目ひるにくいんで、難しい状況ですので、これ4800なんで、もうちょっと、フィボナッチ、これですね。 5200とかこの辺出てくるんでまあ注目してねロング入れていくのであればまあこちらの4496ドルですねまたはこの4450ドルあたりを注目していっていいかなと思いますはいまあそんな感じですねただ週足の方でちょっとダイバージェンですねこちら過去ダイバージンですね RSI 切り下げて価格切り上げてるんでそれちらねちょっと観測できるんではいもうこちらにちょっと気をつけていきたいっていう感じでございます 日経 u s ィ、日経 u s ィじゃないですね日経225日経平均はだいぶ、ね、挑戦してきますねまあここのレジスタンスを拒否して、まあ、次のサポートこれはもう挑戦しにきそうですねさらに低く3万1400 14円とかこの3万600円が、ね、見られてくる状況なんでこの、ね、状況を打破するためには まあなかなかまあ、これね、ポジティブに捉えるんだったら、これ、フォーリングウェッジですよ。加工ウェッジ設成してるんで、まあこのね、3万2300円ね、これブレイクしないと何も始まらないんで、ただ、フォーリングウェッジ作ってますので、この3万2800円、これね、注目していきたいといった状況でございます。ではね、私ね、この、どうやってこれらの銘柄取引してるかと言いますと、ドル円とかゴールドとか、 これね、FXGTT ね取引所を使ってます。で、結構ね、使いやすい取引所でして、なんで使いやすいかと言いますと、まあ、ビットコイン、イーサリアム、USDT をクリプト担保にがトレードできるわけですよ。で、資金調達率がね、まあす、まあ、ないんですよね。ので、まあ、これね、結構すごないですか。クリプト担保にドル円とか取引できるんで、そんな取引所ないと思うんで、しかもね、今、初回登録プラス本人確認で、1万5000円、ね、今すぐね、もらえるキャンペーンやってるんで、まあ、これね、使いやすい取引所なんで、これ、ぜひ、 使ってみてください。そして、このね、ビットゲットで FXGT ね、登録してね、登録した方ね、私ね、無料 VIP サロンに入れるんで、こちら詳細あるんで、ディスコードグループね、さっき言ってたディスコードグループもここにあるんで、参加されてない方ね、ぜひね、ディスコードグループから、まあ、入り方とか見れるんで、ディスコードグループ、そしてね、LINE グループもね、いろんな方話してるんで、ぜひ見ていってください。そして、Twitter もね、投稿を発信してて、分析の、はい、分析の発信してますので,で、最近英語もね、これ含めるようにしてます。はい。 まあこんな感じで発信してるんで、Twitter もね見ていない方はぜひ見ていってください。そして最後にですけど、私、TNSCMO として、この Wolf プロジェクトっていうプロジェクトがねまあ開催しています、この VIP ヨットパーティーに参加することとなりました。でね、様々なプロジェクト、スイスボーグとか、テルノアとか、サイファーキャピタルグループなどのプロジェクトがコラボレーションしているまあまあ VIP ヨットパーティーで、これらのプロジェクトともお会いすることできますので、 はい、まあね、様々なプロジェクトとね、関係を築けたらなと思っております。てな感じでね、まあそんな状況です。先生との CMO としてもね、こんな感じでイベントに参加しております。という感じで皆さん最後までご視聴ありがとうございました。はい。また、次回の動画でお会いしましょう。では。